宮原港、第二立港巻き上げ機室と、第2立矢倉三井三池炭鉱は、福岡県大牟田市、三池郡高田町を呼び、熊本県荒尾市に高校を持っていた炭鉱である。江戸時代から採掘が行われてきたが、1889年、三井財閥に払い下げられた。日本の近代化を支えてきた存在であったが、 1997年3月30日に閉山した。炭鉱関連の遺産が多数残っており、近代解散の面からも注目されている。2015年5月4日にイコモスからユネスコへ世界遺産リストに記載勧告がなされ、同年7月の第39回世界遺産委員会にて世界文化遺産としての登録が決定した。 明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業の23構成資産には、三池炭鉱宮原鉱、万田鉱や三池炭鉱専用鉄道敷期跡が、含まれている。1930年頃の三池地方の地図。万田鉱、第二縦鉱巻上げ機室と、第二縦鉱屋ミア浦鉱宮浦鉱と、旧三池炭鉱専用鉄道三河鉱、 第二社交高校三池炭鉱も夕張炭鉱などと同様、解散当時から落盤などの事故が頻発していたと思われる。特に明治から昭和初期にかけては相当数の犠牲者が出る事故が発生しているが、多くの場合、記録の3逸風化等によりつまびらかではない。1963年11月9日には、 三井三池三河炭鉱炭人爆発が発生し、戦後最悪となる458人の犠牲者と839人の一酸化炭素中毒患者を出した。同じ日に、国鉄東海道線鶴見付近で死者161名、負傷者120名を出した鶴見事故が発生したことと合わせ、血塗られた土曜日、魔の土曜日と呼ばれる。 1984年1月18日の有明港、港内火災事故が発生し83人が死亡している。1981年の北端夕張、新炭鉱ガス突出事故。1985年の三菱南大夕張炭鉱ガス爆発事故なども同様であるが、日本の炭鉱は世界トップクラスの効率や保安設備を誇ったものの、ひとたび事故。 災害が発生すると、多くの人命を奪い、後遺障害を持つ患者を出し、安全対策が、ごてごてに回るなど、数ある職種の中でも危険度の高い職場であったことは、間違いない。最新鋭を歌った炭鉱が1980年代に、至ってもなお多くの人命を失う、大惨事を相次いで引き起こしたことは、技術面での疑義を生じたにとどまらず、国内における、 三端の存在意義自体を問われる結果となり、国内石炭産業にとって致命的な影響を及ぼした。また、事故、災害の莫大な人的保障費用は炭鉱を営む、鉱山会社の企業体力を徐々に奪い、国内石炭産業の衰退へと結びついていった。1950年代、60年代のエネルギー革命によって、石炭から石油へと、 主要なエネルギーが転換され、また、石炭の需要は、コストの高い国内炭から、コストの安い輸入炭へと流れていったため、日本は小規模低効率炭鉱を廃止し、大規模高効率炭鉱を保護する政策、スクラップビルド政策を取った。これにより、蓄放などの中小炭鉱では1950年代後半から、激烈な葬儀が起こり、 その多くが閉山に追い込まれた。一方、ビルド炭鉱として、電力会社やセメント会社などに石炭を引き取って、もらうなどで生き残ってきた三池炭鉱であるが、三井三池葬儀、単人爆発事故、校内火災事故等が起こった上に、為替レートや採掘条件、人件費コスト等により圧倒的に、低価格である輸入炭との競争には、立ち打ちできなくなっていた。 日本の石炭政策は2001年度を最後に、その保護的政策が打ち切られることになり、その政策決定を受けて、三池炭鉱は1997年3月30日、閉山したのである。その後も存続していた池島炭鉱、太平洋炭鉱も2001年、2002年に、相次いで閉山し、日本の石炭産業は事実上崩壊した。しかしながら、 太平洋炭鉱は、釧路コールマインとして、年間60から70万トンの出炭で、再び採掘しているほか、北海道には小規模ながら、露天掘りで石炭を採掘している箇所がある。池島炭鉱も、石炭採掘の技術研修センターとして、インドネシアやベトナムから研修生を迎えている。明治日本の産業革命遺産に含まれる、三池炭鉱の構成資産。 平山後、炭鉱の高校跡などが近代化遺産、産業遺産として、明治以来の日本の近代化の証として、注目され始めた。宮原港跡及び、万田港は1998年に、国の重要文化財、2000年に、国の史跡に指定され、宮浦港跡の煙突と、旧三河電鉄変電所は2000年に、国の登録有形文化財に登録された。 その他にも、炭鉱関連産業、石炭化学コンビナートの産業景観として、三池港、三井港クラブ、三池炭鉱専用鉄道跡、三井化学大牟田工場など現在でも残る、工場群、全廃したが一部雰囲気を残す社宅跡を含め、総合的な石炭産業の跡を今でも見ることが、できる。上記のようにいくつかの施設が保存、活用される一方で、 平山前後から所有者による諸施設の解体、撤去も進み、社宅と呼ばれた長屋形式の炭鉱住宅後、炭鉱機械類の製作工場、三河港の大部分の施設、三池炭鉱専用鉄道軌道、三池港で石炭を積載するローダが、次々と解体され、跡地に大型ショッピングモール等ができた。また、平山寺の人や、資材の入り小高校である、 有明湖跡は2006年3月、三井鉱山より民間会社に売却、その後メガソーラーの建設計画に伴い、日本の盾港櫓が2012年に解体されたほか、三井鉱山は三池炭鉱専用鉄道時跡や、人工島を大牟田市に無症状との脱診をしたが、保守管理費用コストや、 固定資産税減収によって、さらなる財政負担を伴う可能性が高いため、2008年3月29日、大牟田市は、無償譲渡を断ったことが報道された。2009年4月1日、三井鉱山株式会社は、日本コークス工業株式会社と改名し、大牟田市内に残る三井鉱山直系の三池炭鉱に関連した事業部から、 三井の文字が消滅した。なお、2006年11月には、九州地方知事会を中心とした六県八市の世界文化遺産国内暫定一覧表への追加提案書として、文化庁へ提案された、九州、山口の近代化産業遺産群の一部として、宮原港跡万田港跡がリストアップされたが、 この提案は2007年1月27日、文化庁発表により、継続審議となり、ひとまず世界遺産暫定リスト入りは見送られた。その後、三池炭鉱関連遺産は、経済産業省が認定する、近代化産業遺産に認定され、また、宮原港跡万田港後を含む、九州、山口の近代化産業遺産群は2007年12月に、 6県11市により、世界文化遺産国内暫定一覧表への追加提案書として、再度文化庁に提出され、2008年9月26日、文化庁文化審議会文化財文化会にて、世界遺産暫定一覧表へ記載することが適当で、あると判断され、2008年12月15日、政府が、世界文化遺産暫定一覧表に記載することを決定した。 2009年1月5日、ユネスコ世界文化遺産暫定リストに記載され、2015年、正式に登録が決定した。近年では、ミ池ケタン関連の歴史を構成に伝えることを目的として、映画制作、報道、関連サイト、市民団体の動きが活発になってきている。重要文化財史跡登録有形文化財、福岡県指定有形文化財を無田 指定有形文化財、ありがとうございます。